おはようございます。どうも。あカメラ動かしちゃダメ。カメラ動かすんだったらこっちでやる。そうバカなの。あ、そういうこと。おはようございます。おはようございます。今日は配信ライブだね。そうですね、初めて俺を打ってたよ。初めてじゃないな。今日ですね、陸のね、テンションがすごい高いね。今日多分頭回ってない。陸頭回ってない時は笑ってるのかって。さっきね、ケンチに突っ込まれた時にめっちゃ笑顔で、何あいつ。連れてくるか、うん、ちょ、陸連れてきて。はい、こちらが噂の滋賀陸ですね。ね、今日テンション高いですね。いや、まあ、今ね、高いところに来てるしね。というわけでですね、ちょっと今日リクのね、あら、あ、向いてくれない。難しいね、これ、うん、配信頑張っていきましょう。まあ、この調子でね、テンションね、こう上げて、ね、上げたまんま、こう配信を皆さんに届けたらいいなと思ってます。届けたらいいんだ。届けます。届けます。頑張ってきますし、皆さんも一緒に盛り上がりましょう。あ、じゃあ最後ゆっくりなんですよ。最後、ちょっと緩めなんですよ。今日もしがりかわいい。あ、じゃあ今日はかっこいいね。じゃあ今日もかっこいい。今日髪型違うんですよ。違うんだ。ちょっとあの鬼つばさくんみたいな風にしたいなと思って。バスは破線と上げみたいな感じだよね。まあ、そうだね。7対3、まあ、7対3 13負けにしてみた。あの人5対5だった。あ、そう似合ってる。似合ってる、かっこいいよ。やった。俺は似合ってる。なんかあんま見ないよね。でも今日可愛い感じだよね。なんか今日も可愛い感じだ。今日も可愛い感じだよね。フェイクモーションのセンター分けだったけど、で、あの一部はこれで、二部はかっこいい感じ。ポケットに IC カード入れてリハーサルするものだった。はい、こちらゆうとくんとニャンコくん、ドッカーのシワさんですね。映せないよ、映せないよ。ありがとう。最初の方ちょっと待って。あ、分かった。スクショタイム作ろう。ああ、いいね、それ。今からじゃあスクショタイムを僕とおうちゃんで、作りたいと思います。じゃあ、喋らんかったら多分マスクも外して大丈夫です。オッケー。じゃあ、ぜひさん取って。じゃあ、外して。スクショタイムですよ。俺ちょっと喋るから。じゃあ、皆さん、スクショタイムをあげますね。絶対、ふざけたりしないんで、僕。いや、絶対やろ、こいつ。マジで。じゃあ、まずは、指ハートからいきますね、皆さん。これ、なかなか貴重ですよ。いきまーす。いる。え、でもさ、そしたら4番目こんなの。オッケー。はい、まあ1つ取れましたね。いいね。まあ1個取れたんで、じゃあ次は、じゃあ次はおうちゃんソロのスクショタイムいきますね。じゃあそれ、スクショタイムまで3、2、1。イエーイ。はい、素晴らしい。素晴らしいです。撮れました。もうこれいいものが撮れました。そう、皆さん見てください。このリュートの、なんだろう、この海外アニメにいそうな少年感。わかる。誰か伝わる、これ。誰か伝わらんで、ね、ケンティ。これさ、今日のさ、リュートのさ、髪型さ、いや、わかるよ、わかるよ。あのさ、なんかね、名前が出てこないんだけど、多分俺一回なんか海外とかのアニメでこれ見たことあります。海外の、多分トムって名前。あ、じゃあリュウトのスクショタイムやりましょう。スクショタイム、スクショタイム。ちょっとマスク外してもらって。はい、じゃあ皆さん、はい、可愛いですね。まあ早いよ。あ、まあまだ早い、はい、まだ早い。じゃあまず可愛いバージョンやって、まず恒例の指ハートから。いいね、いいね、可愛いよ、可愛いよ、いいね、可愛いよ。はい、次、はい、猫。
にゃんこ。じゃあ最後はかっこいい感じがお願いします。なんかかっこいい感じ、濃いの濃いの、あ、そんな感じ、うん、めっちゃいい。おお、いいね、かわいいね、かっこいいのに、かわいいね、かわいいね。ここ水ってえ、いいじゃん。はい、終了です、皆さん。はい、ありがとうございます。はい、どうも、竹内玲です。今日ね、23日ということでバトルボーイズの配信ライブなんですけど、ただ今ちょうど一部が終わったところでございます。チョコいる人、はい、あげません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 、あ、俺にもちょうだい。絶対あげません、絶対あげません、ありがとう、やっぱり絶対あげん、絶対あげん、お前らにも流してるから。これって、おいしい。いや、俺なんてレッスン中ケンティにチョコパクったもん。ゴミも置いてきた。そうなんですよ、ハル君ゴミ置いてきがけやもん。あの、そうなんですよ、僕飛行機で帰るんですけどね、行けないからさ。あの、めっちゃ邪魔になるんですよ。でも捨てる場所がないからさ、うん、あの、勝手にケンティのバッグの中ゴミバーン突っ込んだりとか。俺だってその後電車、新幹線で帰ってんのね。同じね。何、自分だけがさ、そのなんか俺めっ、だってバッグの中開けたらさ、べっちゃべちゃのペットボトルのさ、殻がさ、こうやってブシブシってこう、例えばあの、まあ、僕なりの誕生日プレゼントというか。毎日ね。そうなんですよね。いや、僕は思うんですよ、なんか形に、どう形にして、また変な春くんになってきた。いや、感謝を表そうかなと思って、本当に感謝してるんですよ。うん、うん、そうなん、ね、ありがとう。で、どうにかして形に表そうと思って、うんうん、もう1週間考えたんですよ。1週間も家に閉じこもって考えたんですよ。閉じこもって考えた。え、その結果は、その、ひらめき、あの、どっちともウィンウィンの関係になる方法。ウィンウィンの関係、うん、あの、やっぱり僕が全部使ったゴミをメンバーのバッグの中に入れると。いや、めちゃくちゃウィンルーズで、もうウィンウィンのウィンルーズで、あのさ、言っとくけどさ、メンバーって言ったけど俺しか入れてねえだろ。いや、翼くんのも入れてるよね。はい、僕バッサーにも入れました。いや、なんか自慢げに言わないで。え、ダメだよ、ダメなことなんだよ。まあ、僕は思うんですよ、あのっすね、あの、今配信ライブが、おい、こっち見ろ、配信ライブが一部終わったんですよね。で、一部終わって、あの、僕たちメイク直しして、今からちょっとまたね、まあ、撮影がねあるんですけど、あの、なんとですね、なんとですよ、2部ですね、あの、皆さんが大好きな、あの曲披露しています。あの曲、あれ、あの曲披露しています。あの曲、都会の方ね、皆さん知ってるらしいんで、そうだね、セトリアね、まあ楽しんでいただけたらなぁと思って。あ、ちょっとそうだ、言い忘れてた、はい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 、ちょっとあと一言言って、じゃあ行くので、はい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 、あのですね、ちょっとこっち見て、あのさ、あの、はいはい、あのね、はいはいはい、あの、一部僕の MC どうでしたか。お最高だったよ。よし、じゃあ撮影頑張ってきます。バイバイ、皆さん、ライブ終わりました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。楽しかったですか？いや、めっちゃ楽しかった。そうですね。僕たちも本当に楽しませてもらいました。はい。今日は一日、ありがとうございました。マジハッピー。幸せ。最高でした。いや、今切ってから最高の終わり方だった。そうだね。じゃあもう一回やるか。もう一回？今日は一日、ありがとうございました。ありがとうございました。